はい、どうも、シューティブでーす。了解です。お願いします。お願いします。というわけですね、はい、本日ですね、久しぶりのお外撮影ですよ。そうですね、ありがたいことに、取材が多かったの。取材をね、たくさんさせてもらいました。はい。本当にありがとうございました。まあ、たまりに溜まってしまった、ものがいろいろありましてね。はい。本日はね、そちらを紹介していきたいと思います。はい。まあ、商品紹介ですね。うん。はい。で、今回は、アクティブーム。はい。新しいアンダーシャツが出たということで、はいはい、ご紹介します。はい、はい、それがこちら、じゃーんと、はい、無地じゃね。うん、柄はまあ普段だったらね、こうやって、そう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 、そう、柄あるよね。うん、そう、カモ柄というか、そう、柄なしです今回。カフホールドインナーと言います。おお、はい。まあ、インナーだからアンダーシャツなんだろうね。そう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 、柄がないからすごい違和感じゃないですか。はいはい。これなんかちょっとね、特殊なものらしいんですよ。お、うん、ほうほうほう。独自開発のミネラル物質の鉱石を上に練り込んだみたいな、おー、うん、感じで、自然治癒力とか免疫力を高める、ものがね、なんだろう、期待できると。着る温泉って言ったらいいのかな、はい、なのかな。だからバランスが良くなると、うん、うん、まあ、パフォーマンスが上がりますよっていうところ、はい、まあ、あと柔軟性、可動域が上がりますよ。私たちでね、また着させてもらって、はい、どう変わるかっていうのを検証したいと思います。はいはい、はい。で、こちらなんか、まあ、色はブルーとネイビーなんですよ。で、わーって見ていくと、なんか特になんかあんまり、まあ、脇にこういう、ね。これはね、メッシュで。普通のもありますよね。はい。こうメッシュ、生地じゃないですか。と思ったら、ここの袖っていうの？うん。袖が結構特殊で、これわかるかな？なんか、こんな分厚いかっていう、ここまである。でかいよね。でかい。袖口が、キュッとなってるアンダーシャツは確かに SSK であったりとか、うん、するんですけど、ここまででかいのは確かにないなと。そう、こう斜めに入ってね、うん、これどうなんだろうね、これ誰が考えたんだろうって。ちょっと、まあ、伸びないんじゃない。あ、そうですね、伸びないし、この何かふにゃふにゃにならないですよ、至らない的な。以前紹介したアームスリーブ、うん、と同じ構造だよねっていう。まあ、そうだね、うん、3XL です。3XL 俺、M だ。あ、M か、うん、あ、一回じゃあ柔軟やってみようか。そうか、あ、うん、じゃあ一回ちょっと柔軟とかその辺、はいはい、やっていきましょう。今半袖着てるんだっけ。何も着ないよ。あ、何も、半袖、半袖だっけ。膝を伸ばして、膝伸ばして、体を前に倒す前屈ですね。いや、あ、今日ダメだな全然。はいはいはい、次、両手を広げて、両手広げて、片足上げ。まあ、これで本当は押さなきゃいけないんだよね。ちょっと待ってね。押すの？やめてよ。この状態で。押すなよ、押すなよ。あ、じゃあ押さないよ。押すなよ、押さないんかい、押せ、押せよ。相手に片腕を押してもらいますね。こういうことだね。あ、マジかよ。はい、あ、まあね、そんなもんだよね。まあ。ざこいな。続いては、後ろで腕を組み、相手に下に押してもらう。大丈夫、余裕だよ、余裕。俺強いかな。マジかよ。なになになに、俺が負けたわ。何負けてんだよ。まあ、はいはいはい、まあこんなもんですね、とりあえずこの3つ、はい、検証は、はい、で、これが来た時にどうなるかと、はい、いうことなんで、俺もやってみます。やるか、したらいいよ、せーの。本気かよ、本気かよそれ。はいよ、はい、片足立ち。なんだこれ。逆？いいよ、いいよ、はい、逆。あ、じゃあまさかに同歩してただけだから今。あ、これね、いきますよ。まあこんなもんっすよ、はい、まあ結構いい安定感あったじゃないですか俺らな。ごめん、俺が体重負けただけだからね。そうだよ、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 そうだよ。実際着てみようか。うん。あ、着てみようか。ジャンプしようか。ちょっと大丈夫。ここじゃ、こぼってジャンプして。横向け、大丈夫、横向け。はい、せーの。よいしょー。よいしょー。した感じ。もうここ？うん。なんか守られてる感じがするよ。そうっすね。で、この辺はいつも通りって感じがする。そうね。いつもより俺緩いかもしんない。まあリラックスフィットだからね。まあ痩せたからな。痩せちゃったかんな。じゃあジャンプ気にしなくてよかったな。で、じゃあ今やった検証しましょうか。じゃあそうっすね、じゃあ前屈、うん、前屈やろう。お、さっきより全然、俺、行くなさっきより行くわ。うん、おー、あ、すごいな。変わる、変わる。あ、耐えれるわ。うん、
これは？これ多分ね、さっきどっちしろ俺無理だったから。ちょっとやってくれ、ちゃんと。本気でやってるわ。よいしょ。あ、全然いけるわ。あ、すげえ。全然いってる。え、そんな？え、こんな？え、すげえじゃん。だってさっき多分この辺だよ、俺。そう、もっと下だったよ。お、全然いける。コウタロウすげえじゃん。え？はい。はい、どう？やばいやばい、全然大丈夫。平気？俺の力も耐えられないってこと、耐えられちゃうってことか。ふぅ、おら、え、マジで平気？うん、おら、マジ？ザコいね。かかってこいよ、かかってこいよ、おい、かかってこいよ、そんなもんかよ。あ、危ない。え、マジ？そんなもん、マジ？そんなもん。ガチでガチ。えぐいね。マジ？うん。すごいな。俺こんなすごいと思わなかった。なんだろうな。まあ、それこそ軸系なんだろうね。そうだね。他のメーカーさんで言うと、結構パツッとしたのが多いじゃん。ある。軸って。多い、多い。そういうのが苦手な人？うんうん。とかっていうのは、今までにないと思う。うん。リラックスフィットでそういうのって。そうだね。全然違う。着心地が違うから、まず。確かに。人それぞれあるんじゃないですか。うん。着たいのっていうのは。だから取捨選択ができやすくなったんかなっていう。そうですね。で、あとカラー展開ですよね。カラー展開、カラー展開はでも黒、青、ネイビー、赤、これはね、うんうん、でも大体もう高校生も大体黒、ネイビーと、うん、まあ青チームも最近ちょっとね、まあまあまあ増えてきてるんで、まあ青、赤で、うん、って言ったら高校生も着やすいのかなっていう。そうですね。しかもほら柄があったらダメっていうのあったじゃないですか。うん、うんうん、まさかこんな効果あると思わなかった。すいませんね、びっくりしました本当に。はい。そして、はい、またこれをまあ着た後なんですけど、うん、また今度はアクティブームの暗シャツが新しく出たって着ました、はいはい。それはいつも俺ら着てる柄のやつなんじゃん、うん、あれの無地バージョン。着心地は同じで無地バージョン、はいはいはい、じゃあデザインが新しくなったってイメージかな。そうですね。なんで柄があってユニフォーム着たらこうね、こう少しこう何、うん、透けちゃうからダメって言われて着れなかった人らはその無地の方を着れば着心地はもう完全同じ感じになりますんでね、はい、なるほどなるほど。どれぐらいの方がねこう喜んでるかちょっとね、どうなんだろう。俺らはさ別に無地じゃなくてさ、まあ、あれでいいじゃないですか。白いユニフォームの人とかだって確かにね、今まで最近のユニフォームってめちゃくちゃ薄いじゃないですか。そうですね。まあ高校生とかでも素材のいい薄いユニフォーム着てるともしかしたら確かに透けちゃう可能性もね、そうですね、ゼロじゃないんで。確かに。はい、というわけで、はい、今回こちらアクティブームさんのカフホールドインナーを紹介しました。はい、まあ、着る前着た後の比較だったんですけど、非常にこんな変わるかっていう、ちょっとびっくりしました。まさかねアクティブームさんがねこういうなんかパフォーマンスが上がるようなウェアを開発するとは思ってなかったんで、はい、もう最近めちゃめちゃ着てますから僕、うん、はい、これ素晴らしいと思うんでね、はい、よかったらぜひ買ってみてください。はい、はい、この動画よければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm not afraid to die.